スティーブ・マクネアは、ミシシッピ州、マウント・リーブ出身の元アメリカンフットボール選手。ポジションは q b NFL のテネシー・タイタンズ、ボルチモア・レイブンズで13シーズンプレーした。タイタンズ時代に、第34回スーパーボールに出場している。大学時代次々とパスを通して見せる姿から、エア・マクネアのニックネームで呼ばれていた。フランター・ケントン、スティーブ・ヤングに次いで、 パス3万ヤード、ラン3000ヤードを達成した3人目の QB であった。また引退した時点で、ランドール・カニンガム、ヤング、マイケル・ビック、ターゲントンに次いで、QB のラン獲得ヤード歴代5位であった。母親が、面課畑で働いて、生計を立てる貧しい家庭に育った。高校時代は、アメリカンフットボールだけでなく、野球、バスケットボール、陸上競技を行った。 1991年の MLB ドラフトでは、シアトルマリナーズから35順で指名を受けた。高校時代フリーセーフティだった、彼は1990年には15インターセプトを、マーク、高校3年間で通算30インターセプトを上げた。高校卒業後、彼は、サウスウェスタムアスレチックカンファレンスに所属しアフリカ系、アメリカ人のための大学である NCWA の、 ディビジョン IAA のアルコーン州立大学に進学した。1992年、彼はパス獲得3541ヤードで29タッチダウンパスを成功、ランでも10タッチダウンを上げた。この年チームはマクネアの TD ランで試合終了と共に勝利したグランブリング州立大学戦も含み7勝4敗の好成績を上げた。 1993年にも3000ヤード以上を獲得8勝3敗の成績を残した。大学4年時にはパス、ランで合計6000ヤード近くを獲得53タッチダウンを挙げた。彼はオールアメリカンに選ばれるとともにハイズマンショーの投票ではラシャーン・サラーム、キジャナ・カーターに次いで第3位の得票を獲得した。 1995年の NFL ドラフト一巡目、全体3位でヒューストン・オイラーズの新ヘッドコーチとなったジェフ・フィッシャーに指名されて7年契約を結び入団した。ドラフトで指名されて大金を得た彼は母親の働いていた面課畑を買い取って母親にプレゼントした。11月のクリーブランド・ブラウンズ戦の第4級に初出場を果たした。この年、 デトロイトライオンズ戦、ニューヨークジェッツ戦にも出場したが、エース QB のクリス・チャンドラーが AFC4 位の成績を残したのでマクネアの出番は限られたものであった。1996年も彼はチャンドラーの控え QB であり、12月のジャクソンビル・ジャガーズ戦で初先発を果たした。1997年に彼はようやく、 先発 QB となり8勝8敗の成績を残した。この年彼はパスで2655ヤードを獲得。この数字は1993年のウォーレンムーン以来となる成績であった。またインターセプトされることわずか13回でこれはフランチャイズ記録であった。彼はランナーとしてもエディ・ジョージに次ぐチーム2位の674ヤードを走り8、タッチダウンを上げた。 1998年、彼はパスで3228ヤードを獲得15タッチダウンパス、インターセプト10で 9B レーティング80.1の数字を残した。1999年にオイラーズはタイタンズと解消し、新スタジアムに本拠地を移した。彼はシーズン中勢中を痛めて手術を受けるために一時戦列を離れてピッツバーグスティーラーズを スーパーボールに導いたこともあるニール・オドネルに一時先発のザを渡した。マクネアの欠場中、オドネルは4勝1敗の成績を収めていた。マクネアは復帰後9戦中7勝を挙げてチームは10勝6敗で AFC 中地区2位となり、プレーオフ出場権を得た。バッファロー・ビルズとの試合でミュージックシティ・ミラクルと呼ばれるようになるプレーで勝利し、その後チームは 第34回スーパーボールまで進出した。スーパーボールではマクネアからパスを受けたケビン・ダイソンが残り1ヤードで全身を止められて敗れるという NFL 史に残る名勝負を見せた。2000年には13勝3敗の成績を収めたが、プレーオフではボルチモア・レイブンズに敗れた。この年彼は3350ヤードを獲得。 21td パスを投げ q b レーティング90.2の数字を残すとともにランでも 5td を上げた。この年プロボールに初めて選ばれた。2002年シーズン6勝5敗から最後の5試合で全勝し、チームを AFC チャンピオンシップゲームまで導いた。前年の10月14日からこの年の11月24日まで23試合連続で td パスを上げて、 ウォーレン・ムーンが作った21試合連続 TD パス成功のチーム記録を更新した。2003年5月に飲酒運転途中の不法所持で逮捕された。シーズン中に飛骨、足首、左膝などの怪我で2試合に欠場したが、24TD パスを投げ q b レーティング100.4の数字を残し彼はベートン・マニングと共に最優秀選手に選ばれた。 この年彼がマークした QB レーティングは NFL トップの100.4であり、この記録はタイタンズのチーム記録にもなっている。12勝4敗の成績でワイルドカードでプレーオフに出場を決めたチームはニューイングランドペートリオッツに敗れてシーズンを終えた。2004年2月 USA トゥデ y は彼をタフなアスリートベスト10の3位に格付けした。2004年 第3週のジャクソンビル・ジャガーズ戦で胸骨を打撲、翌週から欠場、この怪我のため8試合にしか出場できなかった。2005年シーズンは背中の怪我のため2試合で欠場した。2006年7月にドラフト4巡目指名権と引き換えにボルチモア・レイブンズに移籍した。第14週のカンザスシティチーフス戦では、 マーク・クレートンへ、球団記録となる89ヤードの TD パスを成功させた。この年チームは13勝3敗の好成績を収めて、AFC 北地区優勝を果たした。レイブンズ遺跡後初のプレーオフとなった、インディアナポリス・コルツ戦では、パス29回中18回成功、173ヤード、TD なし、にインターセプトを喫し、チームも6から15で敗れた。 2007年5月9日、彼と義兄は飲酒運転をしていた車に同乗していたため逮捕された。第2週、第3週に欠場し、第9週のピッツバーグスティーラーズ戦では、ジェームズ・ハリソンにヒットされて二度ファンブルするなど、低調な成績に終わり、先発出場はわずか6試合だった。2008年4月17日、現役引退を発表した。 同年10月27日のマンデーナイトフットボール、インディアナポリスコルツ戦で、オイラーズ、タイタンズの殿堂入り及び新設される、LP フィールドのリングオブオナー入りの表彰がなされた。2019年9月15日に、インディアナポリスコルツを迎えて実施されるホームでの、初戦でセレモニーを行い、スティーブ・マクネアの9番とエディ・ジョージの27番を永久欠番にすると、 タイタンズが6月12日に発表した。2009年7月4日、テネシー州ナッシュビルの住宅内で交際相手の20歳の女性と共に銃撃を受けて死亡しているところを発見された。地元警察によると、交際相手の女性がソファで寝ていたマクネアを拳銃で4発撃った後、自分の頭を撃って自殺したという。彼の非合の死に対して、 NFL コミッショナーのロジャーグッテル、テネシータイタンズのバド・アダムスオーナー、ジェフ・フィシャーヘッドコーチ、かつての同僚などから深い悲しみの言葉が述べられている。2006年シーズンまでラッシングで3558ヤード獲得37ラッシング TD を挙げている。これは NFL の QB としてそれぞれ5位と3位である。 1997年から2001年までの連続5年間のラッシングヤードは2002年から2006年までのマイケルビック、1986年から1990年までのランドール・カニンガムに次いで歴代3位である。アフリカ系アメリカ人 QB に対する走る能力は優れていてもパスを投げる能力には欠けているという偏見を払拭した。そしてジェイソン・キャンベル。 ビンス・ヤングなどに大きな影響を与えた。ありがとうございます。